はい、今回は令和山本太郎さんが国会で話した旧敵国上皇と岸田文雄と桜井よしこの会見の動きに要注意。この内容を考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。令和山本太郎さんのおまあ、おっしゃってることが、えー、もう完全に正解なんですが、まあ、この岸田とか桜井よしこまあ、このねえー、まあ、グローバル勢力、あるいはトウマルが背後にいる者たちがですね。 まあ会見をしようとして日本国民がですね。誘致に巻き込まれそうな非常に懸念される。今状況にあります。で、山本太郎さんがですね。正しいことをまあ言うんで、世論誘導を仕掛けて山本太郎さんに対するこう。マイナスイメージをえ煽っているま、そういったことがまあニュースになってますので、まあその内容についてもきちんと否定していこうと思いますので今回もよろしくお願いいたします。 まず山本太郎さんがです、ねまあ、国会で過去にきちんと、まあ、おっしゃったことがあるんですよ。何かっていうと、日本というのは旧敵国条項というものがあるんですね。これは何かっていうと、日本というのは第二次世界まるの敗戦国で、まあ、要するに日本が武装化した場合、ですね世界各国から攻められるんですよ。で、その状況である以上、日本というのは選択肢は一つしかないんですよ。平和外交を取るしか道がないんですよ。 でそのことを山本太郎さんが過去に国会ではっきり言ったんですね。どういうことかっていうと日本が武装化すれば安保理抜きで日本を攻撃しても許される国際法違反にならない旧敵国条項は今も生きていると、まあ、このように、えー、まあきちんと言ったわけですよ。だからどういうういことかっていうとか日本が例えばですね、 まあ何かしらの武装化をした時点で例えば諸外国が日本を攻めることができるんですよこれが旧敵国条項っていうことなんでまあそのことをきちんとね山本太郎さんがこの外務省の人間に証明したんですねあの国会でこの山本太郎さんが安保理抜きで日本を攻撃しても許されて国際法違反にならないったら外務省の人間はすでに私分化しているっていうことを言ったんですが山本太郎さんが私分化していないっていうことをきちんと証明して えー、国民に、えー、そのことを隠してぐあの軍備拡大してるのはおかしいとで外務省の人間はこの私文化してるって言って答えなかったんですがあの山本太郎さんが、えー、手を買い品を買い3回聞いたんですかねそうしたら外務省の人間が、まあ、その敵国条項があるっていうことを認めたんですよ、うん、だからどういうことかっていうと日本がそういった不穏な動きを見せたらあの外国が日本を責められるんですねだから日本っていうのはもうそうなったら終わりなんですよ そういった今状況下にある第二次世界まるの敗戦国である日本っていうのは平和外交一択なんですがその平和外交をせずに、ね、有事の方向にどん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 向かおうとしている安倍晋三ね安倍晋三、まあ、岸田文雄がそういうことをしているわけですよおかしいとしか思えないじゃないですかもう一回言いますよ 日本というのは第二次世界○○の敗戦国なんで日本がその武装化するそういった動きを見せたら世界から攻撃されるんですよだから日本というのは平和外交しか道がないんですよだから外交せずしてね、えー、口を開いて防衛費軍事費って言ってること自体がおかしいんですねで、 この敵国条項、ないしはこの旧敵国条項っていうのは削除されているとかっていうでたらめがあるんですが削除されていませんからだから日本が例えばですね憲法を9条を変えるとか日本が平和国家っていうものを変えた時点で諸外国から攻撃をまあ受けるんですよ、そのような状況下においてねもう岸田とか安倍とか岸田っていうのはやってることはおかしいんですねで一言で言うと山本太郎さんもおっしゃってますしこういったことなんですよ。 今の時点で憲法改正などしてはいけないんですね。言うなれば憲法改正っていうのは外観誘致罪に当たるんですよ。そういうことを平気でしようとしてるわけでしょ。憲法改正しようとしてるのはどこですか自民党、公明党、維新の会、えー、国民民主のこの4党。で、ねえー、まあ、大きい政党ではないですが、日本保守党とかそういったものもしようとしてるでしょ。だからもうこの憲法改正をしようとしてる政党っていうのはもう論外なんですよ。もう他のものが仮にどんなに良くても、 憲法改正をしたらね。日本がその有事に、えー、巻き込まれるわけですよ。よくないでしょ。当たり前の話ですけど、日本っていうのはその数十年経っても第二次世界まるまるの敗戦国で世界はそんなことを許していないんですよ。で、日本っていうのは今まで数十年間憲法があることによって守られてるんですよ。今のこのね。日本国憲法ですよ。 この日本国憲法があることによってね、救条あるいはです、ね、日本国民の基本的人権が尊重されている、そして自民党が入れようとしている緊急事態条項は今の憲法にはないですから、そういったもので国民が守られている、きちんとそれを認識するべきなんですね。だから憲法改正、改憲など絶対ダメなんですよ。当たり前の話なんですね。で、自民党のまあ憲法改正草案っていうのは、9条を改正して有事に、まあ、入っていくということなんですよ。 で台湾有事の話をしたりとかねこのそ、こういうことをしだすっていうのはもうこれ、諸外国にとって敵国条項の対象になりますからで、おそらく自民党の考えとしては、救助を改正しする前に、ですねそのお試し会見とか言って、緊急事態条項を入れる、そういったことをしようとしてるんで、それがもう分かってる以上、僕たち国民としては、ですね何としても憲法改正を阻止しないといけないんですね。 しかし、岸田がです、ね、アメリカに行って訪米して、売国発言をしたと、でそこにその話をあの持,ち持ち出して、引用して、桜井し子が乗っかるっていうことなんで、まあまあまあ、おかしいのもいいところだし、非常に懸念される状態になっているとてことです。岸田は何を言ったのかっていうと、岸田はこういうことを言ったんですね。You are not,We are with you って言ったんですがあ、この You っていうのはアメリカのことを指すんですね。で、まあ、We は日本ということでしょうね。 まあ意味のわからないことを言ってますよ。うんまあ、こそもそもね、まあ、この英語についてどうのこうのって言うんですが、本当はこんな言葉が成り立たないんですよ。まあ、僕はあのアメリカが嫌いなんでね、まあ、アメリカは嫌いですし、別に日本はね、日本独自できちんと外交していくべきだと思いますから、この日本とアメリカの関係というのは対等でも何でもないんですよ。対等とかね、兄弟とか知りませんけど、仲良しとか言いますけど、そんなことじゃないんですよ。 アメリカっていうのは日本の創始国主人に当たるんですね。日本っていうのは属国なわけですよ、数十年間ね。だからこの You は are NotWe areWithYou とかいう時点で、英語がまず間違えてるんですよ。なんて言っていいか分かりませんけど、日本はアメリカの支配下にあるっていう、そういった英語を、ね、使うべきなんですが、ちょっと僕は英語は苦手なんで分かりません、えー。すいません。岸田はですね、アメリカの議会でこういうことを言ったんですよ。米国は1人ではありません。日本は米国といつも一緒です。うん、意味が分かりませんね。 日本は米国にいつも間接支配、間接植民地であります、それが正しいんですよで。この話を聞いた議員が涙ぐんで、何したとかって言いますが、有事肯定派の議員がね、ポーズを取ってるだけなんですよ。で、この後にあるんですよね、憲法改正だとかね、意味が分かりませんね。うん、で、岸田っていうのは、別の時にお話し,しましたが、日本の自衛隊をアメリカに今回差し出したんですよ。さらに憲法を改正して日本を有事に巻き込もうとしてる。おかしいとしか思えないでしょ。うん でこの言葉を桜井よし子が引用してですねこういうことを言ったんですねアメリカの議会で岸田はアメリカの人々に訴えかけました米国は一人ではありません日本は米国といつも一緒です聞いた議員の目には涙が光り大きな拍手を送りましたでも本当にできるかまずは憲法改正です意味がわからねえよ言ってることのっていうかこういった言葉に繋げるためにこういったポーズを岸田が取ったと考えられるんですね だから桜井よし子ってのは何者かっていうとエセ保守ですからねグローバリストの傘下にいるエセ保守ですおそらく背後に遠丸とか日本会議っていうものが桜井よし子の背後にはいると考えられまして日本を有事に持ち込もうとしてるんですねだからこういうエセ保守桜井よし子のいう発言に踊らされてはいけないんですよで桜井よし子もそうですが まあ日米の関係、えー、日本はですね、えー、米の属国、で米の軍需産業が儲かると同時に、えー、日本のその大企業で、えー、その有事に関係するものを作っているところも儲かる、つまり日本と米で、ですね日米で有事ビジネスをしようとしているわけですよ。でその代わり、人々の尊い命が奪われるわけですね。そんなこと絶対してはいけませんから、有事ビジネスに断固反対、そのためには憲法を変えてはいけないんですよ。 桜井よし子っていうのは、ね、テレビとかによく出てきますが、完全なる売国奴でね、日本を有事に巻き込もうとしている、そのエセ保守です、うんこの。こういった桜井よし子みたいな人間が、保守とか名乗るわけでしょ。だから僕は思ってることがあるんですよ。日本で気軽に保守と名乗る人間はエセ保守です。で、えー、そういう保守とか、あ,あるいは愛国といいますが、愛国も売国です。えー、そういったことを言って、国民を有事に巻き込むんですね。だから本当に保守の人っていうのは、いちいち保守っていう言葉を使わないんですよ。うん 桜井義子って何者かっていうとエセ保守、グローバリストの傘下の人間であるってことは分かるんですね。うん、だから桜井義子とか岸田文雄のこういった憲法改正の話にえ踊らされては絶対にいけません。そして、えー、このですね、山本太郎さんのおっしゃってることは正しい。まあ、この今回の、ねえー、旧敵国条項とか憲法改正してはいけないっていう話もそう。そして、岸田文雄と桜井よし子は完全に間違えてるわけですよ。で 山本太郎さんがこのように正しい正論を述べるんでねおそらくこの自民党あるいは遠丸とかマスコミとかそういったものは気に入らないんでしょう山本太郎さん潰しに出てくるわけですよこんなおかしいものがありました首相になってほしくないランキング第1位山本太郎異常でしょうん首相になってほしくないランキング第1位は例えば岸田とかね自民公明維新国民民主 あるいは、ね、その日本保守党そういったところの有事を有事に導くものじゃないの山本太郎さんで憲法を守ろう日本国民の生活を守ろうって言ってるその人を何が首相になってほしくないランキング1位にしてるんだ異常ででたらめもいいところだよ訳が分からねえな完全にあの令和落とし令和潰しに来てると僕は思ってますからね だって、皆さん思思うでしょ。僕思いますよ。だって日本が憲法を改正したら有事になるから憲法を改正してはいけないんだ日本国民のことを考えてあるいは日本国民の生活がとても厳しいんで、ね、消費税を廃止してインボイス制度を廃止して、ねえー、日本経済の循環日本国民の生活を良くしていこう何でそういう人が首相になってほしくないランキングの1位になるんですか。なな、るわわわけけねねええだろ。わけわかんねえな本当に。 何を根拠にこのランキングを作ってんだと僕は思いますけど。で、僕は思ってることがあります。多分皆さんも思ってる方が多くいらっしゃると思いますが、山本太郎さんしか日本を救えません。もうこれだけです。他の政党、他の議員、えー、僕はいないと思ってます。もう一回言います。例は山本太郎さんしか日本を救えません。例えばね、この憲法改正、えー、してはいけないっていう話一つとってもそうですよ。あるいは消費税廃止の話にしてもね。うん だからあのそういったあ日本国民のためになることあるいはですね、えーまあ、アメリカの意向に反することを言う山本太郎さんを何ととか引きずり下ろそうとしてるんんですよ。山本太郎さんこそが日本国民、えー、日本経済再生日本のです、ね、平和外交、えー、それにとって一番必要な人ですよ、本当に。もうね、こういっただからマスコミのでたらめに気をつけないといけない。 でえさっきも言いましたが、自民、公明、維新、国民民主、あるいはですね日本保守党とかそういったところ、そそうですあのねそのね党のままあ、まあ方針に憲法改正がある、改憲があるところはあ絶対に支持してはいけません。なぜかというと、日本が有事に巻き込まれるからです。日本国民はこのことに気づくべきです。日本保守党を支持している人はね一定数いるのかもしれませんが、いろんないいことを言ってるかもしれませんよ。ただ 日本保守党っていうのはあ百田直樹有本薫っていう安倍応援団がおりねえ日本を有事に導、えー、こうとしてるんですよ百田と有本が何かの対談で言ってましたけどえ有事になったら日本の若者は有事に行きなさいって言ってますはるっきり言ってまるっきり意味が分かりません有事にならないようにするのが政治家の役割だろそれを放棄して日本を有事に巻き込もうとしてるその人間何を支持するんだよ 他にどんないいこと言っても、その一言で支持する要素ゼロだよ僕はそう思ってます。最近のこの令和潰し、令和卸がひどいんで、まあ、僕は令和応援してますし、令和応援してる方もね、多くいらっしゃると思うんで、えー、僕たちの声がですね、少しでも届いて、うん、もうとにかく日本はね、絶対有事に巻き込まれてはいけないんですよ。その思いを国民がですね、共有して、もうそういったものを避ける、えー、そうなることを願っていますということで、本当にこのね、岸田とか桜井よし子っていうのは、本当に言ってることは最低でしかないと。 えー、そう思いますということで今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼。